32年間それをずっと自分の流れっていうのがあって、ふとそうなった時すごいなんかどう、そやろな、はい、32年も毎日こうサラリーマンさんのような生活とね、決まった時間に起きて、決まった時間に行って、決まった時間に終わって、ほぼね、まあまあ他の番組も何本かやってらっしゃるから、はい、あれやろうけども、なんかペースはね、だいたい起きる時間とかも決まってるでしょうし、奥様とかもお見送りしてで時間がタモさん家にいるってでなるもんな、ね、とりあえず 2,3 ヶ月はとりあえず行ってもらうんですかね、仕事なかったもこの前までは奥さんリズム狂うから、とりあえず 2,3 ヶ月はとりあえず行ってと、確かに狂うと思う ね、 ね、もう32年間ね、こうしてやってきはって、すごいな、親番組見たりする時間とかなかったわけじゃないですか、そういうことやわね、どうされるんですかね、だからあの人はもう本当にマイペースを守るのが上手い人やから、だからいつもいつも俺とかたけしさんとかでよう言ってる、あ俺たちはこの番組無理だなって、前のコーナーとか引きずるから、俺たちは板の上でお笑いやってた人間は、タモリさんはお笑い芸人じゃないやんか、だから引きずらないんですよ、もうびっくりするぐらい引きずら、普通これ引きずるやろと思うようなところも、引きずらないのがすごいんですよ。だからものすごいマイペースな人やから、このマイペースなスケジュールを狂うと、吹き張るんちゃうかいう話を。俺より10上やから、67、8ですか、そうそうそう68やね今年、清志郎と同い年やと思うからね、だから、ほんでまあね、俺がやる言うてるのにね、何のオファーもなく誰かが邪魔してるんですかね、誰かが邪魔してるんでしょうね、もう次の日決まってるんでしょうかね、あれ悔しいですね、ここはさんまさんでね、ちょっとそうそう、いやマジでやってもらいたいですね、だからお前も